はい、おはようございます。じゃねえや、こんばんは。じゃもねえな、なんだろう、ようわからん。ほら、塩サバ買ってきました。はたはた、これ100円ですね、100円。これちょっと干して明日カラッと揚げしてもらいましょう。これもう 20% 引きね。レバーレバーレバー、これは定番でもう底値ですけどね、あんま安くなってないけども、これ今日買ってきました。ちょっと炒めて食ってみましょう。魚卵ですね、魚卵、魚卵なさいなんちゃってね。この季節はまあそういう季節だよね。これ、チンゲンサイ100円。1個87円だから、随分安いね。これも100円。これも半額ぐらいになってますよね。これね、タラ。タラタラ。タラがね、やっぱり、いよいよ出てきたなって感じでね、安くなりますよね。ワイン料理酒ですからね。飲むんじゃないんですよ。何が飲むよ、ビール一本飲みながら、ワインがスタートするのを待つんだよ。はあ、まず冷蔵庫にしまうのと冷蔵庫から出すのが相当かかる。これね、昨日買ってたのさ、忘れてたんだわね。だからこれ、やっぱりほら見て、卵でしょ、魚卵。この時期は魚卵の季節。魚卵だぜさっきも言ったよ。はたはたは明日ね、唐揚げにしてマリネにしようかな。マリネール、マリネール。これもちょっとこう、チーって焼いてね、それ、醤油かけてくるっと回すと、もう、それで一品ですよ。それで一品ですよ。それで、糸こんにゃくね。糸こんにゃくを入れちゃいましょうね。魚卵はね、煮つけるのが美味しい。で、これはおーちカレーですね、カレー。うまそうだね、カレー。なこちゃんが作ってくれましたね、カレーね。ほっほっほっほ。これは昼食べた、つけ麺の、麺つける汁ですね。何しようかね。まずは、これをちょっとどけておいて。魚卵を煮しめないとダメだな。あ、早く拭いて。カツオは、これは、あれでやっつけるでしょ。よし、カツオもやっつけるよ。これもやっつける、これもやっつける、これもやっつける。これは昨日ちょっとね、カチカチに凍ってたんで、今日温めて。まだ3時だよ。でももう俺起きてから13時間ぐらい経ってますからね。もうね、もう家帰って一杯晩酌なんていう時間でいいよね。うん、今日はちょっといろいろ進展がありましたから。あ、まだ凍ってるよ。いいね、これね、煮つけると美味しいですよね。みりんと酒で煮つければいいかな。よいしょ。で、こちらは魚卵ね。タラじゃねえの。何の子だろうね。タラの子かな。タラの子じゃねえのね。加熱用ですね。加熱用だよね、これね。うん、加熱用だ。こういうね、なんていうの、卵を食べるのが秋の風味ですよね。秋の風味。カレーの方はいいんだけど、タラの子の方はニンニク、こんにゃくにゃくにゃくを入れますね。こんにゃくにゃくにゃく、こんにゃくにゃくにゃく、ポポーってですね。はい、これこれ一緒に煮ましょう。ちょっと細かめにね。白滝、この辺のこんにゃくっていうか、これって何に当たるんだろうね。白滝っていうか、何ていうか、ようわからんですよね。あー、いけねえ。上位しかって忘れた。まあいいや。普通の酒もあるからね。これをそのまんま見ればいいですね。このぐらいの大きさがいいですね。なんかさっきまで汁を、カットも忘れてました。よいしょ。だからほら、タラの白子でしょ、今日の朝食ったのね、味噌汁で。
夜はみりんで、みりんでいくか。みりんを沸騰させて、もうちょっとね、みりんとちょっと甘みが入りますよね。よいしょ。それでもう一個の方がこれかな。もう一個はこのぐらいの大きさでね、いいですよね。シャッ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 とね。ちょっと濃い味かね、濃いかね。まあ色、こちらの酒と、で、あっち側はこれですね。この人をね、ちょっとやっつけしましょうかね。よし、ちょっとこれ出場じゃなくてダメか。はい、出場ね、これもうまいよね、この辺骨からバッサリいっちゃいましょう。この辺はこうだかな。うん、はい、そこね。はい、フライト入りますよ。その時が入ると途端によろしくない。で、こっち側はこれだ。これにちょうど合うのがこの大きさかな。ね、これで2締めが2発。進行します。魚に締め。これうまいよね。これ水がなくなるまでずっといきますからね。違うな。いいかな。OK。表情にわっと煮るだけでいい。
もうちょっと煮た方がいいね。どうしよう。こちらはこのまま進めばいいね。もうちょい煮てやろうか。刺し水をちょっとしていきましょうね。はいはい、はいはい、ここからはちょっとコトコトといこうかね。はい、じゃあコトコトいってる間に刺身を切っちゃいましょうか。カツオのたたき、昨日ちょっと買って切るの忘れてましたね。カツオのたたき、カツオのたたきね、ちょっと一声取っちゃった。あんまま飛んでねえな、これ。そんなこと言ったらカツオ失礼でしょ。謝りなさい。ごめん。これね、一緒にやりますか、その動画でね。こっちでしょうか。これね、わがまま食べないようにね。ニンニクミグミグ、ニンニクミグミグ、ポッポーがきます。このぐらいでちゃうからね。これはみんな食っちゃいますんで、ニンニクを匂いがつくからダメでしょ。いいよ、別に。めんどくせえ。うるせえな。俺の刺身包丁は何でも切るんだぜ。分かってるんか。で。まあいいよ、もうそんな気にしない人だからさ。家族も気にしません。両手じゃねえんだから、毎日こうやって食うのが大事なの。わがたまね、わがたまだよ、お前さん。手のまな板で切っていいんですか。いいんだよ。あ、文句あるなら窓口に書簡で。
まあどっちでもいいね。これあんまり良くねえな。ちょっと強いよ。匂いっていうより、うん、やめとこう。これまた今度なんか使おう。大体生でみんな食うからね。ね、こうなってカツオが入ってミラと生姜とこれが入っちゃいますからね。ここにちょっと生姜入る。スッとおろしたらよかったね。せっかくだから持ってきたのを入れて、マリネだよね。ニンニクとシソのマリネ。もう庭蒸しとは食べれないから、もうなくなっちゃったからね。このまま置いといて夜食べます。これはうまいんだよね。一気に終わりでしょ。あ、こんなこと言ってるうちにいい感じになってきましたね。とにかく魚卵、それからこれ、わた、白子でしょ、菊わたで、こいつがこれでしょ、こういうなんていうの、秋のうまいものを食うっていうのが人生の最大の喜びだよ。これも魚卵が入ってますよね。魚卵の通り、つまんね。じいちゃんと一緒に食うんだ。なくなる瞬間までそのまま煮ちゃいますね、強く。はい、じゃあ最後にここをちょっと片付けたら汁を作りましょう。ちょっとまだかななんて思ったら、汁を切るのかね。半額だぞ、半額。やっぱね、秋はうまいもんが多いよ。半額だからとにかく足早いからね。だいたい 100m 12秒ぐらい。つまんね。はい、つまんなかったですね。なくなってきましたからね、気をつけて見てないとあっという間にいっちゃうからね。こっちもそうですね、気をつけて見てみましょう。あ、せっかくだからその生姜汁飲んでしょうか。しまった、汁作るのが、これになりますから、菊わたの味噌汁は中にどこに行くでしょう。意外とね、汁も少しずつ使いこなしてきますからね。ね、ちょうどいいね。はい、 OK です。こちらはもうちょいだね。そのもうちょいを待つ間に、さっきこれだね、できたんだよね。ちょっと宿りしてたから珍しいのがあるんだけど、これをちょっと
食べましょうか。ちょっと冷凍から解凍されて、揚げ軟骨ね、いますね、これね。こちらをもういいぐらいだね、はい、これを、はい、揚げ軟骨全部やっちゃおうか。これやりとりしたかったんだけど、なんかちょっとぬめりが出てるから、これを早くつけてもらうかな。うまそうじゃの。ちょりちょりにごま油で弱火でいくか。こっちにきのこはいくら煮てもよし、ね、ごま油をよく温めたところで、これ生姜もこっちに入れちゃうので、もうちょっと生で食うときに、生で食うときに生でいかないと辛いね、生っていうか煮たりして食うときはね。これもホタルにしましょう。ホタルにでいたしましょう。どうでもいくねって感じだね。このままちょっと塩かけてみようかな。センサーついてるからね。それで白はい、それは白菜に、はい、白菜もこれ全部いってもいいぐらいなんだよな。どうしようか、あんま入れすぎるよろしくないので、中に入れちゃおう。青いところは僕はあんまり見るの好きじゃないんだけど、白いところは逆によく見た方が好きだね。だ微妙に入れるタイミングが違いますね。野菜使っても毎回毎回違うからね、味は不思議だよね。食べる私も違うし、
出来上がるこの人も違うし、こちら不思議よ。ということで難しいめがないんだよな、まだな。無限軟骨がどこまでいくかは思ってね。ちょっとこっち側でたっぷり見てやろうか。こっち側はスープがうまく出来上がりますように。ごま油が入ってるからね。ごま油が通るでしょ。完全に水がなくなった頃は醤油入れて、照り入れて、酒、もう順番は決まってますね。水が出てそれが水蒸発すると、加熱する必要のある部分はみんな普及されてますから、ね。ネギ入れてるかな、俺うまそうだな。頭が多いところで切れちゃってますね。はい、応援団、応援団、応援団、はい、応援団、入りました。ねえ、ネギが、あ、いい香り。あ、こっちに生姜入れてやがった。こっちに、こっちに大変じゃな。なんか煮込みになっちゃうね。まあいいでしょ。微妙にこれ鶏の肉が残ってるから、うん、うまい。もう一度行こう。こっち火消えてるじゃん。水分がなくなってるとこね、ごま油が今度はついついになりますから。んなそうじゃろ。みりんを一振り入れちゃおう。そうすると鍋底のね、旨味が浮き上がってきますね。うまそうだね、これね。焼き鳥だね、今日の焼き鳥これ。そうしたところで入れてあげて、しょうゆで味を整えればいいかな。うん、あ、そうじゃな。あれ、これだし入れたっけ。入れてねえよな。うん、あ、しょうゆのいい味する。この季節はね、生姜とキノコの汁もいい。生姜に生姜、キノコの汁、最高やね。こうやって野菜の組織、キノコの組織の中に出汁が入ってって、うまそうじゃろ。青いの入れるときはここはほうれん草だろうね。
ネギ頭入れるともう本当にネギの頭になっちゃうからね。それだけ。あ、これあんまり味見に今聞かないやつだ。落とし蓋ですか。うん、うん、美味しい。このぐらいで、このぐらいで進んでいけ、進んでいは340円ぐらいのやつを3回ぐらいですから1回120円ぐらいのね。で野菜はまあ白菜とかキノコとかその季節の安いもの300円ぐらいかね。だからこれ1杯で500円ぐらいよね。で5、6杯飲みますから1杯100円ってとこだ。1杯100円でこんなに美味しいんだよ。明日朝まで食えますからね。これでもう今から、うん、ちょうどいいね、もういいね、これでね、はい、で、ここにこっちが入りますかね。はい、それでこれは OK。 これは何だろう、アサバカレーか、ビスケットなのかな。で、これはタラコでしょ。タラコはどこぐらいの大きさかな。加熱用のタラコを一緒に見ましたね。やっぱりこの季節はね、生命がこう躍動する季節じゃない。躍動、躍動。あんまりありがたみないよね、そういう。僕、躍動する。おいおい。なんか山盛りだね。いいね。躍動してるじゃないか。もう一つ躍動してもらおうか。はい。あのね、もう一つ躍動します。ということで、今日は比較的なんかあのうまい、うまい。そうじゃないけどね、あとこれさ、ね、4つ製造しました。今夜のニューフェスです。俺の体が中に入ってセブンになるんだぜ、ベリー。おう、じゃあみんなも美味しい晩ご飯食べてね。じゃあね、バイバイ。